マクラーレン MP4-4 は、マクラーレンが1988年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。MP4-4 の設計は1987年夏の終わり頃から本格的にスタートした。エンジンをタグからホンダに変更したが、チーフデザイナーであるスティーブ・ニコルズによると、これが明らかにされるのが遅かったため、 白紙の状態から6ヶ月でデザインを完了させなければならなかった。設計開始が遅れたため、シーズンオフの間、ホンダエンジンを使った実装テストには MP43 バイトが使用された。MP44 がシェイクダウンを行ったのは開幕戦の11日前で、イモラで行われたシーズン前テストの最終日だった。 1988年シーズン開幕戦から最終戦まで使用され圧倒的な強さで全16戦中15勝を記録しアイルトンセナに自身初のドライバーズタイトルとマクラーレンにコンストラクターズタイトルをもたらした当初1988年に向けてのモノコックデザインはマクラーレンの元テクニカルディレクターであったジョン・バーナードがデザインした前年用 MP4-3 をリファインして使用する予定であった。しかし、レギュレーション改定によって、ドライバーの足を前車軸より後ろに下げる規定が定められたこと、ブラバムからゴードン・マレーが加入していたことなどが重なり、MP4-3 までの大柄なスタイルから一変。MP4-4 はマレーが2年前に設計し、フラットフィッシュの異名を取った。 ブラバム BT55 とよく似て前高が低く、ドラッグが少ないデザインとなった。マレーの風洞実験によるデータでは、シートの角度を通常より寝た姿勢となる35度に、することで7、7%優れた、空力特性を得られる利点が判明していた。7%数字が変わるというのはそれまで聞いたことも、ない数化であり、マレーは、 ブラバム所属時代の BT55 設計時からこのアイディアの導入を強く望んでいた。マクラーレン合流後にスティーブ・ニコルズとニール・オートレイにも図面を見せ、コンセプトに賛同を得られたことから MP4-4 のドライバーポジションは強く寝ているマシンとなった。マレーによると、このマシンに乗る際にドライバーはそれまでにはなかったような角度に体を斜めに寝かせ、 首を立てる姿勢になるが、それには、慣れが必要で特にプロストは、姿勢よく、背中を立てた状態で座りたがる。スタイルのため、シェイクダウン直後のテストでは、プロスト用のシートは角度を上げてアジャストしていた。しかしそれだとヘルメットの位置が理想より上になってしまうため気流を遮断してしまい、セナよりタイムで損をするだけでなく、コクピット内に、 大量の空気が入り込むことが判明したので、プロスト用のシートポジション設定はかなり時間がかかった。マレーの要請により、搭載した、ホンダの RA168E エンジンも、前年型の RA167E からクラッチと、フライホイールを小型化することなどで、全高は 50mm 以上、クランクシャフト位置は 28mm 下げられ、 ワイズマンシステムを元にした三軸ギアボックスの採用など各部に低重心化が図られていた。マレーによればサスペンションジオメトリーは BT55 と全く同じとのことである。モノコックを低くしたためフロントサスペンションは前年までのようなプッシュロッドがレイアウトできずガイドローラーを介したプルロッドとなった。ターボエンジン最終年のこの年。 燃料搭載量が195リットルから150リットルに引き下げられ、ターボエンジンに求められる燃費性能はより厳しくなった。しかしホンダはこの条件を逆手に取り、低燃費ハイパフォーマンス技術を駆使して、他のエンジンメーカーを圧倒した。ホンダ RA168E エンジンは大きく3つの仕様が投入された。開幕戦のブラジル GP では、 G1 型と呼ばれるものが使われたが、第2戦のサンマリの GP では、G2 型を投入した。G1 型では、スロットルバルブが、各シリンダに配置されていたが、G2 型では、スロットルバルブが、エアチャンバーの手前に移動された。これは、ターボの下級圧を2.5バール以下でより正確に、コントロールするためである。第4戦メキシコ GP では、 より高回転で高出力を得ることができる G3 型が投入された。これは主に高地対策によるもので、同 GP のみで使用。以後のレースでは G2 型が使用された。シーズン前半がまでは、サイドポッドウアツラにシュノーケル状のダクトを設け、そこからターボへと空気を送り込んでいたが、第8戦イギリス GP では、 サイドポッド状のダクトを廃止、サイドポッド前端から入る空気をターボに送り込むようにダクトをデザインを変更したマシンを持ち込んだ。ところが初日である金曜日にこのマシンは不調だったため、その金曜の夜のうちにシュノーケル状のダクトをつけた仕様に戻され土曜日の予選を戦ったが、ポールポジションをフェラーリのゲルハルトベルガーにさらわれてしまい、MP4。 4が1988年シーズンで唯一、ポールポジションを逃したグランプリとなった。また決勝でもシュノーケル状のダクトが使用された。イギリス GP の次戦第9戦ドイツ GP には、再びダクトをサイドポッド内に移動したマシンが持ち込まれ、以後最終戦まで同形状のマシンが使用された。アイルトンセナ社1988年カナダ、GP にて、 アランプロストが狩る MP4、4ホンダ RA168E エンジンホンダ RA168E のエンジンをに MP4、4は MP4、4から1から MP4、4から6までの6台が製造された。開幕戦のブラジル GP には MP4、4から1から MP4、4から3までの3台が用意された。MP4、4は MP4、 4から3を除く5台が勝利を挙げた。シーズン終了後、翌シーズンからの自然吸気エンジンテスト用のシャーシが3台、新造された。これらは、MP4、4バイトと呼ばれ、インダクションポッド付きのボディカウルをまとった車両を用いて、テストが行われた。開発着手の遅れの影響が懸念されていたが、MP4、4は開幕当初から、 他チームを圧倒する速さと高い信頼性を発揮した。全16戦中、イギリス GP を除く15回のポールポジションと、イタリア GP を除く15回の勝利、すべてのレースでどちらかが、完走を記録。ワン・ツーフィニッシュは10回を数え、獲得した、コンストラクターズポイントは199点で、2位、フェラーリの3倍以上の、 F1 市場でも類を見ない記録を打ち立てた。アラン・プロストとアイルトン・セナの両マクラーレンドライバーによって争われたドライバーズチャンピオン争いは7勝のプロストに対し8勝を挙げたセナのものとなった。セナにとっては初のドライバーズタイトルとなった。獲得総ポイントではプロストが105ポイント、セナが94ポイントとプロストが上回るが有効ポイント制により ベスト11戦のリザルトが有効とされた。ありがとうございます。